おう、起きた起きた。この人弱そう。君が本当に私たちの隊長なの？ねえ、名前は何て言うの？うわ、泣いてる。頭にコブが一つできただけだよ。すぐ治るから心配しないで。ごめんね。お客様のお出迎えに行かないと。アン、あとは頼んだわよ。わかりました。ほら、ついてきて。今の状況を詳しく教えてあげる。街中の黒い霧で覆われているところは、ブラックゲートに侵食されたエリアなの。中にはモンスターがたくさんいる。モンスターを退治して、ブラックゲートを破壊し、人間を守るのが私たちの仕事なの。ここは中央庁。人間が異世界に対抗するための主要基地なの。中央庁を創立したのはヒーローさんっていう方で、あなたが現れる前、唯一の隊長だったの。ブラックゲート事件以来、人気使いたちを集めて、黒い霧からこの街を少しずつ解放しているのも彼なの。今思えばワクワクする毎日だったな。この感覚、もしかして。これはブラックゲートだよ。あら？やった！アン、君大丈夫？レチェール先生、足元に気をつけてください。平気だ。僕みたいな遺跡に慣れてる人間はこんなところ目をつぶってでも歩ける。おやおや、君が核を浄化したのか？なら君がアントネーワが言ってた新入りの隊長だな。僕の理論によれば、特定の人気使いあるいは隊長だけが核を浄化できるんだ。素晴らしい。これで僕の理論が証明された。君、今後異世界に関わるものを見つけたら僕のところに持ってきなさい。相談料は不要だし、必ず役に立つぞ。初めての戦いでブラックゲートを破壊し、しかも核を取り除けるなんて、さすが私が気に入った隊長。よくやったわね。私たちがやることはすぐに成果が出ないかもしれないけど、塵も積もれば山となる。徐々にこの世界を平和にしていける。モンスターを倒したり、ブラックゲートを破壊したり、核を浄化したり、異世界から多くの人々を救う。それこそが我々がやるべきことなの。実際の戦いも体験したし、もう一度聞くわね。私たちの仲間になるのかしら。
わかったわ。さ、やってみましょう。ここの部屋は常に手入れされてる。君が気に入るといいけど。私はここで失礼するわ。何か問題があったらいつでも連絡してね。
忘れ物はありませんか？ラジャ、ただいま。二度の戦場にあなたの体貫いたわよ。ただいま。さっさと始めましょう。あたしもうワクワクしてきたわ。二度あなたの体貫いてみる。
いくつ風穴を開けようかしら。こう受けたこの命、無駄にするわけにはいかないか。やめるな。あなたの体、貫いてあげる。さっさと外す。成功。おいでやす。ただいま待機中。
こに行くの？出前か。おいでや。うん、これは光の酒や。えいや、邪魔するやつはみんな追い出すで。ただいま。演出盛り上げよ。アラグロピンクってショータイム。すっごく綺麗だったよ。
進む。油断は禁物。移動する。戦闘部隊一斉集合。残状ただいま待機中。Thank you.
おいでやす、おいでやす。わー、隊長はん、意外やわ。うち嬉しいかも。今日は何が飲みたいん？せっかく飲み相手になってくれると思ったのに残念やわ。おばんです。おばはん、何かうちに用でも？ふん、あなたがジャーリャさんざんすか。想像と若干違いましたざます。昔人石を祭り出した聖女で仙女のように舞うと噂で聞いたざますが。えらいもんちゃうね。でもまあそういうこっちゃな。いいざますわ。あなたこそ私が欲しい人材ざます。ぜひ手伝っていただきたいざます。はあ？ごめんなさい、自己紹介を忘れたざます。ナエと申すざます。ご覧の通りただの女。今は東方古外のアンコン祭を主催させていただいているざます。実は巫女役にふさわしい女の子を探しておりまして。アンコン祭というのは東方古外の由緒ある祭りで、巫女に伝統の神楽舞を踊ってもらい神様を喜ばせるための祭りざます。それがモンスターのせいで元の巫女が去っていってしまったざます。もうすぐアンコン祭の日ざますが、なかなか祭りの経験がありながら踊り上手な巫女を見つけられなくて。でももう大丈夫、ジャーリアさん、あなたこそ一番ふさわしいお方ざます。祭りか。昔はうちもずっとしとったけど、祭りでお酒を出すんが嫌になったさかいふるさとを去ったんや。梵天様、あるいは芝様への聖武やったらええけど、東方古外の神への神楽舞なら踊られへんよ。それにこのバーのマスターが仕事全部うちに押し付けてくるさかい、中央町の分もあるし手伝う暇全くあらへん。堪忍な、よそに頼んで。でももう頼めるものがいないざます。お願いざます。うち的に言わせてもらえば、祭りの経験のある女の子に踊り教えたったり、または踊れる女の子に祭りのやり方を教えたる方が早いとちゃう？うちやなくても全然いけると思うで。うちはな、やりたいことしかやらん主義や。頼まれるとか強要されるとかすかん。ほな、お客はんが呼んどるんで、ごゆっくり。はあ、素直な娘さんざますね。天命もアンコン祭を行うなとおっしゃるざんすか。いえ、時間があまり残っていないざます。アンコン祭はもう間もなくざます。10年に1回行う祭りで延期なんぞできないざます。舞を舞えるのは彼女しかおりませんの。そうざます。ジャーリアさんって何かお好きなものがあるざんすか？ほう、この都市の一部を砂漠にしてその中にオアシスを作るしか。お酒、よし、わかったざます。今度こそ絶対にジャーリアさんを説得してみせるざます。
了解。